いやしゃがっだけどですので、今日もやっていくんですけど、今日はね、スケラをやっていこうと思います。ってことで、ですね、今日はね、沼なんですよ、僕今。500ぐらい沼っていて、ちょっとね、まあちょっとって感じなんで、まあここからね、またぶち上げて、今期の目標は7100に行きたいと思ってるんで、まあ、ってことで、7100行けば、50位ぐらい。40位ぐらいか50位ぐらいには入れると思うんで、もうぶち上げていきたいと思うんでね、今日はスケラでいきたいと思います。ということで、いきましょう。いやー、沼来ちゃいましたね。俺、今シーズン全然沼ってなかったんで、さて、俺、沼らないようになったと思ったけど、来たね。来たよね。来ちゃったよね。どうすっかな。とりあえず、このデッキで初手切っていいのは、アイスウィズと墓石と、タルベベなんで、うん、なるほど。よいしょ。ガインしていって、まあ、とりあえず、これでいいかな。あ、ベーベー小屋か。ベーベー小屋は、これでいいっすね。これで落ちます。間違いなく落ちます。OK。ベベ小屋は、プリンスの速攻は、プリンス受けがなくて、お、全然落ちんかった。プリンス受けがなくて、まあ、こういうね、普通に、プリンス受けの速攻がきついんですよね。だから、だいたいババ小屋に入ってるプリンス受けって、まあ、U の。で、まあ、このデッキ言ったら、まあ、スケも、あれなんですけど、まあ、だいたい U のが、ババ小屋受けなんですよね。プリンス受けなんですよね。ババ小屋受けじゃねえ。ワンチャンコウモリ来た時用の。ああ。まあ、このくらいなら、いいね。すごくいい。よいしょ。とりあえずもう一回ババ小屋建てるのを待ってって感じかな。あー、しくったな。鳥のポイズンしとけばよかったな。こっちポイズンでいいや。まあこれでまあまあいい受けじゃないかな。バカ小屋で受けてくるか。いや、だるい、だるい、もう。ダルシム、ダルシム。コウモリ。ちょっと待ってよー。おいしょ。いや、こっちでいいな。このコバ入れちゃっていいっすね。なんなら。おいしょ。OK、OK。OK、OK。これ多分、抜けちゃう？抜けちゃうかな。これ受けなくていいっすね。一発は受ける。分かってますね、この分け方は。こっち2-3でやったら、こっちにトルネードしてタルババスケラ打てたんで、この分け方は分かってる。OK。OK。もう工場受けもあるんで、まあ、これで終わりかな多分。よいしょ、オッケー。いいや、オッケー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 。よし、行こう、どんどん行こう。いやーですね、本当に、お、来た、すぐ来るやんけ。俺に喋る暇も与えてくれん。まあ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 、とりあえずね、トロ下がってるんで、マッチングもね、まあ、前とか出した動画よりも、どちゃくそ早くなってると思うんですよね。とりあえず、ベビドラ、様子を見つつも、まあ、ローリーベイベリアンですね。ローリーベイベリアン。これ、ペーズンでいいかな。いや、あ、オッケーオッケー。これ、自陣で、プリンスで受けた方がいいですね。
ヘイズンはまだ早すぎるから、ザップワンチャン、ういいね。よいしょ。まあ、どうせ2発なんで、プリンセス。プリンセスじゃなーい。プリンセスじゃなーい。あー、いや、どうせなら出してよかった。どうせ自陣でこれ受けるんですよね。やばくね、その、魂。魂やばい。よいしょ。OK。優秀。アイスフィスゾーンの優秀。とりあえず、これ、ステイですね。待って、あれだ、フリーズ。待って、ザップがあったよな。ザップがあって、ウィザードいて、工場もあった気がするから、ですね、難しいですね。とりあえずこれ、まあ、これなんか、オッケーオッケー、全然オッケー、全然オッケー。あ、オッケーオッケーオッケー。これ美味しいですね。全部持っていきますね、これで。まあ、これで、ポイポイスキャラ打っちゃうかなって感じではあるけど、まあ、こうステイ。まだ焦る時間じゃない。2倍になってからで十分。十分なんで。これあれだな、どうせ有能受けされるから、結構、内側目にスケラ打っちゃって、この辺に、ユーノのスケを、突進を受けれるようなスケラ打って、あ、いいユーノですね、これは。これプリンスありますね。あ、いいね。とりあえず。プリンスをテックーダに回してウィザードここに出てくるかもしれんから打ち抜きたいですね。 OK、 これダックプリをプリンアスケラで受けれるんで、こやばい、さてはやばい、それちょ空で一方的にぶち殴りたいですね。よいしょよいしょ。うわ、超スキャラ打ちて。いや、もっちー。待てよ。でもですね。まだ焦る時間じゃねえ。まだ焦る時間ではあらへん。オッケー。全然オッケー。これ、ポイズン打ちの。はい。いいね。おい、どこ向いてんの俺。待って、手札待ってる。結果来た瞬間に、オッケー、来たろ、これ来たろ、入ったろ、ザップか。まあ、めえといったところでしょう。オッケー、古女ベイベリアンを切って、プリンスぶち転がして、ですね。うーわ、ヤンキーすぎる。ヤンキーすぎるだろ、それ。こっち打っちゃおう。オッケー、にえ、オッケー。待って、7戦やった？ OK、行こう。よし、これラストや。 OK、行くぞ。これでぶち転がして、俺このもう7100行く。このままこれで7100行くわ。よろしく。とりあえずはアイスイーズとタルワは切っていいんで、陸受け墓石も取るでもないから、ちょっと怖いところではあるんですよね、カード切るのが。どちらか保険カードがあればいいんですけれども、逆再工場とか来た時にちょいと、あ、ポイズンでよかったか、正直にちょっと反抗しちゃったわ。正直にポイズンでよかったですね。いや、打っちゃおらん、そこは打っちゃおらん。はい、いいね。これ勝てるやろ、勝てるやろ、これ。待て、どうしよう。シュージュン、オッケー、あ、オッケー、仕事した。これはポイズンでいいな、素直に。ほんで、相手のデッキが、まあ、多分ペッカスキャラなんですよね。多分ね。それかアナペイか。多分ペッカスキャラだと思う。違かったー。うれ、倒せよ。これは5コスでいっていい。
マジでプリンス行っちゃうそれ。行っちゃうよっつって言ってねえか。まあめいめいダメージ入った。ロイジャー全然元取れんな。ダメージのハゲ散らかしてんな、あいつハゲ散らかしてるくせに生意気やな。とりあえず墓石を立ててあげたらフェーボしかやることがなくなると思うんで、ペーズンか。あー切るカードがね、これでケツロイジャイとかしてきたらケツプリンスでぶち転がせるんだけど、あ美味しいなそれ、バチクソ美味しい。いや美味しすぎるだろ、何でアイスイーズいるのにやったせん。さては沼の住民、よいしょー。あぶね、もうキング触りそうで怖いんだが、これは無視でいいですね。いけいけ、一発入れろ。オッケーオッケーオッケー、極みした極みした。でこっちだったらアイスウィズで別に防衛できるんで、これで相手はロイジャー出せないんですよね。もうヘイ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 、困ってんねおいねおい、よいしょー。これ手前に引いてあげてエレキを完全に処理してあげて、タルババぶっ転がしの監督して、ビビちゃんが入ったんでポイズン、いいですね。オッケーオッケーオッケー、いいよ。久しぶりな気がする、動画で生マルチして3連勝したの、めっちゃ久しぶりな気がするわ。ってことで、まあね、このスケラ、まあフリーズではないんですけど、まあ今シーズンはフリーズが最強って言われてて、まあそれに関しては間違いなくて、いろんなデッキにフリーズが入ってるんですけど、まあ、もしね、フリーズ完走してないけど、スケラを使いたいって方は、このね、デッキを使ってみてください。まあ今の環境を、今縦付け引いたんですけど、あんまいなくて、ボーラとかがね、いっぱいいるんで、まあ結構、俺のサバカドのトロ隊の4000とかだと、やっぱ群れ系が多いんで、でも遅延はやっぱり群れ系に対しても強いんで、逆にスケアミがいるからプリンスが通しづらいって、時はもうスケアミをねスケラで引き出して、もうスケっぽいでね処理してからもう一回プリンスを刺すとか、そういうこともできるんで、まあぜひ群れ系にも強いデッキなんで使ってみてくださいということで、今日はこの辺で終わります。いいお疲れ様でした。